東風、孟氏東風議社集団有限公司は、中華人民共和国の国有自動車メーカー。上海議社、第一記者と並ぶ中国の3、大国有自動車メーカーのうちの一つである。また、上海議社、第一記者、長安議社、木遂議社とともに、中国自動車メーカーのビッグ5のうちの一つでもある。二千十九年の商用車販売台数は十七万千台を、 記録しており、商用車部門では、シェア第1位となり、トラック販売台数では、2020年9月の時点でトップである、中国第一汽車集団の27,600台に、迫る27,000台となり、第2位となっている。GVW15 トン以上となる、大型貨物自動車での総販売台数では、第1汽車、ダイムラーに次世界第3位である。 子会社の東風技社集団古墳有限公師は、香港証券取引所の上場企業である。1968年に、毛沢東の号令により、1969年に内陸部の湖北省重積市にて設立され、当時は中国東北部で1953年に設立された第一記者製造省に対して、第二記者製造省と呼ばれていて、百九十二年に、 製造しているトラックのブランド名から、東風技社講師へ改名した。工場は現在、湖北省の重積市、常用市、武漢市及び、関東省に多く立地しており、各地でバス、トラック、乗用車を生産する。本社はもともと重積市にあったが、現在は武漢に移している。2014年3月26日、フランスのグループ PSA と、 資本提携を締結し、東風はプジョー創業家やフランス政府と同じ持ち株比率を占めた。2015年5月6日、第1記者の元当事長だった軸延風が、東風記者の新当事長に任命された。一方、前当事長のジョダイラは、翌7日に第1記者の新当事長に任命された。参家の東風乗用車講師が製造、販売を行っている自主ブランド。 現在、S30、H30、H30 クロス、A60 の4車種をラインナップしている。ありがとうございます。